おばんです。学校です。今夜もクリスペやっていこうと思います。5月1日ということでランクが更新されております。ブロンズからスタートですね。すいません、1回か2回ちょっとやっちゃったんですけれども、まあ昇進ということで、また気持ちを新たにやっていきたいと思います。やっぱりね、昇進ということでやっぱ闇デッキ使っていきたいですね。ちょっとね、やっぱゴールデンウィークということでね、ちょっとアルコールも入れて頭を柔軟にしてからこのレート戦に挑んでおります。対戦相手が見つかりました。よろしくお願いします。先行ということでいつも通りのこの3マナ選んでいきます。2、3、6。3と6は交換しますか。はい、2、3、8ですね。まあいいでしょう。はい、私のターンからですけれども、特に何も出せるものはありません。早いですね、もう5月なんですね。今年ももう4ヶ月が終わって3分の1が終わるっていうとこ、終わったっていうことですね。相手はティンカーベルを2体出しております。こちらはまあブロッカーを1体出すことしかできないでしょう。はい、ターンエンドね。あ、こうやってね、あっという間に1年がまた終わるわけですよ。悲しいものですね。お、なんだ、なんでお前2になってんの。なんだよそれ、素晴らしいやつじゃないか。そうなるとちょっと面倒ですね。セバ、抑留を出して、ここはちゃんと相打ちを取っていきましょう。そこでターンエンドですね。1-4でなかなかいいカード持ってらっしゃいますね。パンダの釣り師、相打ちじゃないですね。少しでもダメージを与えてくる。ここはどうしようかね。4マナあるね。ということは、攻撃して、もう一体抑留出していいかな。で、リリスを出してターンエンドですね。このパンダいいっすよね。出したときカード引けるっていうのがちょっと羨ましい。私もそれ欲しいな。私は5マナになりました。ロックガーディアンがいる。どうしようかな。ここで倒されるのちょっと嫌ですよね。ここで攻撃してどうなる？ああ、そっち行ったか。ちょっと狙いは外れました。で、直接攻撃して、オーガのロケット砲手を出して、ターンエンド。あ、不死身のゴーレムが来ましたね。あれいいっすよね。私も結構使うんですけど、いいカードだと思います。6マナということで、とりあえずゴーレム出しの、どうしようかな。この腐敗のスペルを使うかどうかによる。使っときますか。使って、さっきのターンは相手にとってなかったことにしとけば、結構嫌なのかなって思いますね。はい。これで相手はもうライフポイントも9なので、結構厳しいんじゃないでしょうか。お、また同じくゴーレム出してきましたね。これはいいかな。よし。はい、対戦ありがとうございました。おー、順調な滑り出しですね。そうですね、多分1回勝ったのかな。1回勝ったから1516になってますね。で、2連勝中ってことで、いい調子。このまま勝っていきましょう。はい、対戦相手が見つかりました。赤のデッキですね。よろしくお願いします。いや、このまま連勝をぜひとも勝ち取りたい。3、2、2、3。2マナは1個いらないかな。交換したら2、3、8。まあ悪くないでしょう。高校ですね。高校の方いいですよね。あのマナクリスタルもらえるし、手札もなんかいっぱいな感じするし。皆さん普通どっちの方がこれ有利とかあるんですかね。お相手は特に出せるものがなかったので、このままターンエンドしておきますか。こちらも
なんだこれ、死亡時ゴムを2枚相手の手札に加える、何それ、相当嫌なんですけど。めちゃくちゃ嫌なカード出てきましたね。ってなるとボムを渡される前に手札を消費しておかないとまずいな、それは。ゴムカードか、あのギャンブルカードですよね。おっとっと、除去される。じゃあこちらはソルジャーでいいのかな。ソルジャーでいいか。ソルジャーで除去して、ここで相打ちを取ってボムが出てくる。1枚使いますか。おいー、マジっすか。なんか昨日に引き続きあんま運良くないな。これ確率半々とかじゃないのかな。なんかやったらこっちに来る気するんだけどな。ソルジャーが出てきます。うわやばいね、それなんかすげえ強化されたんだけど。対象がユニットなら 3-0 にする。うわマジっすか、それマジっすか。4マナ、まあ、これは相打ち取れるね。まず相打ち取れる。除去できるの攻撃ですね。嫌なカードですね。こうやって自分を強化して。そう、赤デッキってね、なんか強化するの得意ですよね、自分を。赤デッキと、あの、緑のデッキも結構得意ですよね。召喚時すべての味方のサイズはプラス2とする。これで3万、3-3になるのか。こちらは5マナ。一回このカード使って回復しておきますか。回復 C の黒魔術師を召喚して交換していきます。攻撃ですね。攻撃していく。はい、ターンエンドでお相手のターン。6マナですね。手札はまだ結構あって4と5。再生。このカードか。めんどくさいな。6マナ。黒竜出してリリースを出して爆弾勝負しようぜ。よーし、どうやどうやなんだあれ、ブロッカー、大量発生してるんですけど、なんかうわー、それさーマジ勘弁してよね。いやーこれかな、難しい。ちょっと一気に形勢がまずくなってきたな。その不死鳥が強すぎんだよね。もう一気に強化してるし、これやばいな、直接殴られると。でも相手にとってもこの7は確かにあれだよね、鬱陶しいと思うから。何これ、スピードとか。うわー殴るねー、殴るね。てかあと7しかねえのか。しかも66になったんだけど、どういうあれなんですか。絶望的状況。これで勝てるのでしょうか私は。いや勝てないだろう、これしかできない。強かったな相手が。対戦ありがとうございました。